え、本日は、ね、皆様お忙しい中お集まりをいただきまして誠にありがとうございます。この暮れの、しかもですね、冬の誕生日の祝日の中で、道も混み合う中、鈴鹿までお越しをいただきました。ただいまより2017ダブルチャンピオン祭りを始めさせていただきます。進行を務めさせていただきますのは、緑ではデモンストレーションの MC などを担当しておりますゲストアナウンサーの若松康江です。よろしくお願いします。それでは本日の主役をお呼びしたいと思います。2017年チーム三谷ダブルチャンピオンの両名をご紹介いたしましょう。まずはですね、2014年 UCI ワールドユース世界チャンピオン、自転車でチャンピオンを獲得いたしまして、そこからバイクに転向。2015年国内 B 級、そしてグランドチャンピオン大会。2016年国際 B 級、2017年国際 A 級と、ここまで全ての出場クラスでチャンピオンに輝きました宇治川聖也選手。来年宇治川聖也選手も戦います国際 A 級スーパークラス5連覇 V7 に輝きました小川智幸選手。迎えて2017年チーム三谷ダブルチャンピオン大会をただいまから開催いたします。はじめにチーム三谷監督、そしてこのイベントの主催者としてチーム三谷の三谷智幸よりご挨拶をさせていただきます。皆さんいつも大変お世話になっております。2017ダブルチャンピオン祭りにたくさんの参加ありがとうございます。昨年はですね、僕が MC をさせていただいて、見苦しい MC で申し訳なかったんですけど、今年は若松さんが来てくれました。ほとんどボランティアで来てくれてます。拍手お願いいたします。今年はですね、北海道からも皆川さん、山田さん、ちょっとご起立願っていいですか。北海道から飛行機でわざわざ駆けつけてくれました。拍手お願いいたします。ありがとうございます。そしてですね、この祝勝会も2007年から始まって、10年が経って、10年の中でも7回開催させていただいてですね、たくさんの方に盛り上げていただいて、いろんな思い出が作れてます。来年小川選手はですね、今年5連覇をして来年前人未到の6連覇にチャレンジします。今後、この祝勝会がですね8回9回10回と開催できるように、頑張って、チームの方を運営していきたいと思いますので、今後とも応援よろしくお願いいたします。今日はですね、皆さんと一緒に盛り上がって、いきたいと思いますので、一日よろしくお願いします。ありがとうございます。簡単に入る前に乾杯の、ご挨拶をいただきたいと思います。今日はこちらの方でですね、私も司会をさせていただくということで、ざっくばらんに、やっていきたいなというふうに思っておりますので、いろんなお話をしていきながら進めていくんですが、私の方の手元にね、あります、台本にはですね、監督が挨拶の流れの中で
次を紹介するというふうになってたんですけれどもそのすっかり忘れて中に入っていってしまいましたので、まずはですね、私の方から、監督のお父様、三谷お父さんをご紹介したいと思います。そしてですねどうぞどうぞ、三谷正嗣様です。私からご紹介するよりも、どうぞこちらお越しください。三谷お父さんより、私ね、いつもお父さんって呼んでるんですけど、お父さんの方から紹介していただいた方がいいかなと思いますので、ぜひですね、これから乾杯のご発声をいただきます。トライアル会の大先輩でもありますけれども、森田さんぜひご紹介ください。昨年トリプルでチャンピオンとっていただきまして、今年ダブルでまたとっていただきまして、今まで健康で生きてきてよかったかなと思っております。まあ、私だけではなく、私の古い友達で愛知県の方も非常にこうチームみたいな活躍に喜んでくれていまして、応援もしてくれている方が見えます。今日も来ていただきましたので、豊橋の森田さんを紹介させていただきます。どうぞ前へ行きます。豊橋から本日お越しいただいております、大英製作所会長森田一雄様です。自分のこと喋らないもんですからね、ちょっと説明させて、紹介させていただきますけど、元トライアルライダーです。鈴木系のトライアルライダーで、非常に古いです。40年、45年ぐらい前から乗っていまして、腕はちょっと差がつきましたね、僕とはでも、本当にこう、落馬の友と言うとおかしいんですけどね、まあ落馬の友ですね。これからもよろしくお願いいたします。じゃあよろしく。愛先輩ゴールの中で、乾杯の音を取らせていただくということに関して、大変申し訳ないと思っておりますが、ご指名ですので役目を務めさせていただきます。小川さんとそれから誠也君2人の、ご活躍はいつもご紹介いただいた三谷さんからですね、フィルムを送っていただいて、頑張ってるなというふうに思っております。それで、今年の秋ですね、全日本が強制で行われた時に、本当に久しぶりに会場に足を運んで、その走りの異次元っていうんですかね、昔の私はもう40年前とはもう全く違う世界のトライアルとというものを見せていただいたというのが一つ驚きでした。それから小川さんとですね、台湾に、トライアルやりに行くということで、そちらに見える伊藤志蔵さん、先ほど申した志蔵さんが、お前台湾まで行って応援に行ってこいということで、まあ行ってみるとそういうご縁があったもんですから、今日ここへ来てもですね、馴染み深くこうこの会に参加させていただいているかと思うんですが、まあ昔とは異次元の足、それから、5年連続チャンピオン、これまあめちゃくちゃすごいことだなというふうに思うんですが、まあやる以上は、記録というのは1回だけですから、来年以降もですね必ずチャンピオンを目指すということでやっていただきたいというふうに思います。それでは長くなりますけど、ここにおられる皆さんの、ご健勝を記念して、2人の選手あるいはチームみたいにですね、ますますの繁栄を記念してですね、大きな声で、乾杯したいと思います。じゃあこの会が盛大に行われますことを記念いたしまして、乾杯。
てケーキのプレゼントの時間とさせていただきます。よろしければこれ団長、ご注目ください。
引き続いて初戦からではありますが、お祝いを贈呈したいと思います。小川選手には主催者からと、そして先ほども少しご紹介をさせていただきましたが、パブリックシステム株式会社の小崎様よりお祝いが出ております。贈呈はチェーンの2台に副監督神戸店みたいに秀明さん、お祝いのコメントも一緒に贈呈もよろしくお願いいたします。聖夜選手、ガッツ選手、チャンピオンおめでとうございます。聖夜は全て今までチャンピオンでチャンピオン獲得して進んできております。ガッツは V7、5連覇、素晴らしい成績だったので、私も一応しょぼいですけど国際級のチャンピオンに選手パブリックシステムさんとチームみたいから頑張っていただきたいと思います。
やっぱりそれが
どうしても大舞台の、あの日本人におけるオープン会の地位っていうのがどうしても社会的に上げる気持ちがね、これを認めるにはさすがにこれだと、もう確認してきまして、本当に、それが皆さんの力で、本当に最初はどうなるのかとか思いましたけれども、あの二谷さんに相談したら、森崎さん、いやー、なんや森崎で、こんなことを書きたいったなって言われたんですけど、いやいや、そうじゃない、そうじゃない。でも、やっぱり、そんなから始めて、他のコーナーでも、やっぱバイクの魅力を、バイクが社会貢献できるって、こんな素晴らしいことないと思うんですよね。でも本当にストラリアの日本が、そうする、全身。だから、一応、何回かさんが来ても、すぐ出発式に集まるようになってるんです。一番は、ご家族の安全を確認して、それで大丈夫だったら、すぐ消防署に駆けつけてください。言われて、それで皆さん、頑張ってつけていただいて、で、最初に活動するのは彼たちが、状況を、本部に知らせて、それで消防署員の人がどういうことをやったらいいのかというようなことで、今、本当に月に1回、2回ぐらい、消防署で、その準備として訓練をさせていただいているんです、救命とか、いろんなものを準備をさせていただいてます。で、その時に消防署員の方が、講師となってされるんですけど、いやー、バイク乗ってる人は、特にもう覚えたりとか、そういう勉強の仕方とか、習得力が全然違います。素晴らしいって褒めてたの、それが私の確かに喜びです。今後ともぜひ応援の方よろしくお願いします。ありがとうございます。1月8日に出初め式があります。皆さん、ご家族、皆さんいらしてください。彼たちがパフォーマンスと一番素早くの方がパフォーマンスを披露していただいて、ブランドさんがパーッと先に登ってもらって置いてもらったり、その前で遊んでますので、ぜひぜひたくさん見ていただいて、楽しんでください。よろしくお願いします。最初はグー、じゃんけんぽい。グー、じゃんけん。じゃあ二人いきます。最初はグー、じゃんけんぽい。ありがとうございます。じゃあ平岡選手、リアタイヤどんなタイヤですか？グループ力が強いです。どこでもいけます。どこでもいけるぞ。では盛り上がりに盛り上がりましたので、少しお時間を押してしまっておりますけれども、最後締めのお時間とさせていただきます。今日は2017ダブルチャンピオン祭りでございましたので、最後にダブルチャンピオンのお二人を団長にお上がりいただきまして、参加者の皆様にお礼のご挨拶をしていただきます。それではお二人から参加者の皆様やお礼のご挨拶と来年の抱負も含めましてお願いします。今年でイベントは何回もちょっと分からないですけど、一応5連覇 V7 を今年無事に達成することができて、このような会話を開くことができました。ありがとうございます。2007年を
2017年になりましたので10年のうちの7回をタイトル取れたということは、やっぱりアシスタントの、まあ、田中選手はじめですね、チームの皆さん、スポンサーの皆さんの応援のおかげで、この成績が得られたと思っています。まあ、これで、まあ、来年は6連覇に目指して頑張っていくんですけど、まあ、もちろん簡単な年ではないと思いますけど、ただ誰も成し遂げない、6連覇というのは目標に必ず成し遂げたいと思いますので、引き続き、応援のほどよろしくお願いします。これからも応援をお願いします。ありがとうございました。まあ、今年1年走って、まあ悔しい、自分満足できたらいい1年でした。1回しか、去年と一緒に1回しか勝てなかったので、まあ、来年は5位以上、来年は5位以上目指し頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。ありがとうございます。それではお二人にはまたお手伝いいただいて、このあと2018年のチームみたいのメンバーをご紹介をさせていただきたいと思います。では紹介まではみたい監督にお願いしましょうか。まずはですね、小川選手、そして柴田明選手、はい、村田真嗣選手、竹田ロッコ選手、奥田幸太郎選手、山中レミ選手、どうぞ壇上へお上がりください。で、監督ご紹介をお願いいたします。はい、それではですね、2018年の全日本のチームみたいのメンバーを紹介させていただきます。まずはレディースクラスから、今ちょっとまあ参戦する大会はちょっとまだ予定なんですけど、まあ、ほぼ全戦参戦してくれるという予定です。レディースクラス、山中レミ選手です。HRC クラブみたいからのエントリーになります。よろしくお願いいたします。そしてですね、国際 B 級クラス、ゼッケン国際 B 級クラスはですね、ゼッケン1番をつけます。今年初優勝してゼッケン1番ですね、小倉幸太郎選手です。続きまして国際 A 級クラス、2人エントリーします。ベルティゴウィズミナニからエントリーします、武田義人選手です。応援お願いします。そして、もう現役20年以上のベテラン、村田真嗣選手、HRC クラブチャレンジからエントリーします。ここからスーパークラスですね、ガスガスウィズみたいに、マーチさんのサポートを受けてガスガスナンバーワンライダーでエントリーします、藤川誠也選手です。そしてですね、今年北海道大会で2位、自己最高位を得て、来年は自己最高位の初優勝を目標に、ベルティゴウィズミナニから柴田明選手でございます。はい、そしてですね、前人未到の6連覇に向けて HRC クラブみたいから小川智之選手がエントリーしますので、応援よろしくお願いいたします。この、7名の選手で2018年を戦いますので、よろしくお願いします。発表があります。さあ、以上、6名の選手を並んだ上でですね、ここで最後一本締めをさせていただきたいと思います。チームと、そして小川智之選手、スポンサー様代表としてですね、住友ゴム工業、株式会社小野様、恐れ入りますが前へお越しいただきまして、一本締めお願いいたします。皆さん、こんにちは。去年ちょっと欠席しちゃったんですけど、今年はまた参加してさせていただきました。住友ゴム工業株式会社モーターサイクルダイヤル、小野と申します。まずはチームみたいの皆さん、小川智之選手、
それから内川誠也選手、チャンピオン獲得おめでとうございます。チームの皆さんね、今年は大活躍で、柴田明さんも、見事2位に、北海道大会に入賞されまして自己最高位ということで、来年はなんか小川智之選手を倒すと、私どもの方に挨拶しに来た時に豪語して帰られましたので、来年はきっとやっていただけるものだというふうに確信をしております。おわみたいに友達さん、平木さん、今年1年大変おめでとうございました。チームへお越しでございました。皆さんの、おかげをもちましてですね、ダンロップタイヤの方も、毎年使っていただけるユーザーさんが増えましてですね、国際 B 級クラスはですね、今年6割のユーザーさんがダンロップタイヤを選んでいただいたということで、本当にここにいらっしゃる皆さん方がですね、いい成績を出していただくということでですね、ダンロップタイヤが、私6年半前にここのポジションに戻ってきまして、久しぶりに国内のアフターセールス担当したんですけど、その時国際 B 級をお買い上げいただいている方が大体2割ぐらいしかいらっしゃらなかったということで、6年でですね、お客様の数がもう、B 級に至っては3倍ぐらいになったということで、もう本当にですね、チーム三谷をはじめとしまして、関係の皆様方のおかげをもちましてですね、本当に、いい年になったなというふうに思っております。改めまして感謝を申し上げます。どうもありがとうございます。ちょっと私事なんでございますが、ちょっと1月のですね、定期の人事異動でちょっと住友ゴム工業のモーターサイクル大学からちょっと離れることになりまして、東京のですね、上野にございますダンロップモーターサイクルコーポレーションというですね、二輪タイヤ専門の販売会社、こちらの方に1月から出向することになりました。ちょっと全日本にですね、行ける回数がですね、開幕の真壁とかはちょっと引き継ぎも兼ねて行く予定にしてるんですけど、ちょっと減ってしまうので、個人的には非常に寂しくてですね、なんとかトライアルの仕事もできないかなと思って、画策したんですけど、それはメーカーの仕事だというふうにですね、うちの上司に一括されまして、ちょっと残念なんですけども、また、何千かは、応援しに、お邪魔したいと思いますので、ぜひ皆さん、来シーズンも頑張っていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは今度行く会社はですね、販売会社ということで、三谷モータースポーツさんは私どもの今度の新会社の大事なお客様と、全国で一番、私どもの D803GP を売っていただいている、そういう職さんでございますので、改めまして今後ともよろしくお願いいたしますと、いうことで、最後、締めたいと思います。でやっぱり毎年なんですけども、モータースポーツですので一等賞を目指しているということで、最後は一本締めということで締めさせていただきたいと思います。すいませんけど、ご起立の方をお願いいたします。それでは、元気よくご唱和ください。よー、どうもありがとうございました。ありがとうございました。さあ、それでは、皆様そのままお立ちいただきましてですね、今日はお祭りでございますので、最後はですね、華やかにバイクみこしで記念撮影にしたいと思います。後ろの、ね、のれんにも姿がありますけれども、あれはスゴーですかね、スゴーのテント前でのバイクみこし、こちら2人のライダーに乗っていただいて、バイクみこしをまたこちらのダブルチャンピオン祭りで再現したいと思いますので、まずはチーム E のメンバー、このみこしを担ぐ担ぎ要員の皆さん、担ぎ要員の皆さん、すいません、だいぶお酒が入ってると思うんで、怪我のないようにだけお願いいたします。バイクみこしを再現した集合写真にしたいと思いますので、そしてさ、参加者の皆さんにはですね、集合写真ですので、すいません、集まっていただきます。バイクはその場で持ち上げてもらって、
センターにお客さんが並んでもらえるという形なので、ここにお客様、はい、でまずはチームのメンバーに、こっち少ない、2人しかいない、こちら側のおみこしを、せいや君のおみこしを持ち上げるメンバーが、でチームすいません、お客さんは、そしてお客様こそ、我こそはという方はぜひ座る中腰でいうような感じでお願いいたします。一応持ち上げてるメンバーも写真に入りたいので、入れないといい感じなんですけど申し訳ないです。はい、そして真ん中にお客様に入っていただきたいので、ぜひぜひ皆様真ん中に行って、皆様の準備が整ったら、じゃあお客様まずこう背の高い方からこの男性に上がってください。高い方はそういうことですが、後ろの方にで、みこし担ぎ用意の準備の皆さん、まだ準備スタンバイをしてした状態でお待ちください。で真ん中に参加者の皆様にお入りいただきます。ちょっとさ、もう一回やってみよう。
笑え
川口さん出番じゃないですか。正直とても寂しいです。でも新たに自分の新しい道で頑張っていきたいという気持ちもあるので、これからも頑張っていきます。ありがとうございました。どうぞお忘れ物のないようにお気をつけてお帰りください。